こんにちは。うわお父さん、原さん、はい、今日は、あ、僕ちなみに、サンシャインというコンビの坂田と言います、はい、僕がのぼきよと言います、はい、ちょっと変わった名字なんです、はい、名字です。あ、原さんは今日お散歩で、そうです、あ、休日の、はい、よく休日は代々木公園散歩される、だいたい土日は来てます、あ、土日に、土日、はい、今日はやっぱすごくいい天気だから、そうですね、人が多いですよ、ね、人が多いですね、普段、じゃあ平日は、平日は、まあ、近場、近場で、あ、どこの方に、和田ボール公園とか、はい、秋の方に行ってます、あ、いろんな公園に行っていただいて、はい、あ、でもやっぱりサングラスがすごくお似合いですよね。似合ってますよ、本当に。お父さん、ちなみに今おいくつ？76です。おわ、76、はい、若いですね。元気、元気です、いや元気、僕も5年前にはい、がんの手術してますから、あ、で、ね、治ってからやっぱり歩かなきゃダメだと、あー、運動が、運動、うわ、でもなかなか体力も落ちたでしょうし、はい、そうですね、最初は落ちましたけど今は、あ、元気、なるほど、元気です。ちなみに原さん、お笑い芸人の方で誰が一番好きみたいなのありますか？笑い芸、はい、もう昔の方でも、うん、今の方でも、こいつは面白いなって、はい、原さんが思う、まあ、鶴瓶さんあたりが、あ、鶴瓶さんね、やっぱり鶴瓶が、まあ、仲いいですもんね、鶴瓶さんとね、玉さんは、原さんも仲いい、原さんも仲いい、さんね、なるほど、はぁ、いや、でも全然元気なので、いや、健康で長生きしてもらいたいですけど、76歳はすごいですよ、76歳はすごいな、ここまでだって歩いて来られたんですよ、そうです、今どちらに中野です、あ、長野に住まれてる、いや、中野、中野、あ、中野、中野、長野から中野にあかけてとかじゃないです、ダジャレがね、やっぱり鶴瓶さんとお友達だからダジャレで中野に住んだわけじゃないですね、原さんも違います、中野からここまでじゃ歩いてきてる、そうです、お代々木公園まで、何分ぐらいかかりますっけ、中野からだと、中野から来るのだと、普通に歩くやつ40分ぐらい、あ、40分でこれ、だいたい7000歩ぐらいです、うわっ、7000歩、じゃあ毎日だいたい何千歩か、今日も、あ、歩数計か、あ、万歩計、携帯で、携帯にそういうのがもう、はい、今日、うわお、もう今日1万639歩、すごい、原さんがまだ1時過ぎでもう1万639、ってことはこれもうブラタモリですね、いいともです、これは、これだってもう多分夜中にの時にはもう家帰る頃3万歩ぐらい歩いてるじゃないですか、とんでもなく歩くじゃないですか、原さん、いやー、そんなに歩くな、いやでもすごいな、もうすでに1万歩、もう1万、家からここまでで、あーらばい、あ、電車が好きとか、タモリさんは電車好きですか、僕は電車あんまり乗んない電車はあんまり乗らない、え、最後に電車に乗ったのいつ、覚えてる、お墓行く時だから、Please hang up and try again.